久保さん。さすが久保さんですね。大谷翔平を知らないっていう。別に知らなくてもね、別にいいですからね。別に生きていけるし。逆にこの日野翔平さん、僕知らなかったんですけど、調べました。今の時代は便利ですね。知らなくても秒速で調べられるっていうね。今回、日野翔平2021自転車。まあちょっとそのキーワード入れ,入れさせていただきます。なんかね、日野翔平さんっていう方、まあ、これね、僕知らなかったんですけど、でも、 まあ結構映画とかドラマとかなんかでいろいろ出てる人なので顔は見たことありますね。うん。で、なんかこう、その日野翔平さんが今年か去年にかけてその BS かなんかでその日本一周チャリンコの旅やってたらしいんですよ。で、それが多分今年終わったのかな千日みたいな。あのー、自転車。自転車。そう。日本横断心、心旅。NHK ですね。 これちょっとびっくりしたんですけど、僕ね、あの、久保さん、あの、自転車買うわけですよ。<laughs> まさかの自転車旅とのリンクじゃないですか。あ、これ、日野翔平さんとここの字だな。久保さんの、久保さんのこれ、久保さんのこの日野翔平って誰だこいっちすみません、違うな。漢字が、日野翔平って調べたら、ひ 火曜日の火ですね。まあいいや。まあ、久保さんが違う日野昌平なのかもわかんないですけど。はい。まあ僕はこっちのちょっと感じつか、あの感じというか、この日野昌平さん、あのー、なんで、うん、日本横断心旅と。いいじゃないですか。はい。まあ僕もチャリンコで、どうしようかな。心旅とかにしときましょうか。心旅と。うん。 まあ、億万長者合宿でね、まあ、いろいろお伝えしてるんですけども、あのー、まあ、心が大事ですよっていう話ですよ。まあ、心というか考え方とかマインドというかね、どう思うのかっていう話ですね。うーん。で、まあ、人生って、まあ、ひろゆきさんがね、暇つぶしだみたいなね。人生って暇つぶしだよみたいなね。まあ、正直人生って、まあ、あのー、この前ね、久保さん、僕、アリ見てたんですよ。アリ。 アリね、すごいですよ。アリのでかい数見つけて、なんか散歩してるとき、アリの数見つけて、ずっと見てたんですけど、アリをね、30、今年9になる、39歳の僕がアリを5分か10分ずっと見てて、アリ何考えてんのかなみたいな <laughs>。で、アリを見て思ったのが、いや、アリの方がすごいなと思ったんですよね。なんでかっていうとそう、結構重たい石、まあ、すげえ数作ってたんですけど、こんなちっちゃいアリがね、結構な石というか、 重そうなやつをこうせっせこせっせこうねこう出してでまたこう巣から石を出してねこうずっとやってんすよ人間っつうのはアリよりできねえなみたいなア <laughs> リはね目の前のそのね石をこう積み上げてこう巣を作ってるわけですよで僕アリ見ながら思ったんですけど人間ってここにねあだこうだ理由つけてやらないわけじゃないですか ありってすげえなみたいなシンプルに、まあこうね、自分の仕事をこうやってるわけですよ。だからやっぱね、久保さんが昔虫理論、実は虫が最強みたいななんか話をね、実は虫に操られてんじゃないかみたいなね、話があったと思うんですけど、ありすげえなと思いましたね。人間ってこんなにね、脳があってね、知的で、 行動、ま、アリより行動量何倍、まあ、アリの一歩と人間の一歩どんだけ違うねんっていう、まあ、ちょっと比較対象違いすぎなんですけど、まあ、それにしても、アリのやっている行動と人間がやって、まあ、ネットビジネスでね、稼ぎたいとか言いながらやらない人の行動を見てると、いや、アリの方がすげえんじゃないかな、みたいなね <laughs>。だから、久保さんがその、ロッキーを見て何かを感じるっていうね、ロッキーを感じて何か、僕はアリを見て感じれるんで。 ありがたいですね、久保さんね。だから、この感じるっていうのが、うん、まあ、心で何を感じるのかっていう日の平、日野翔平心旅みたいなね。心で何を感じるのかっていうのが、すげえ大事だありからも学べるしね。うん、まあ、花からも学べるし、だまあ、どう感じるかによってですけども。うん、まあ、久保さんはね、あのー、なんだあれですよ。あの、感じたわけですよ。心が。 セルフバックでね。すげえセルフバックみたいなね。これ1億だみたいなね。そうそう、久保さん、あのね、昨日、あの、2年間のコンサル、昨日で終わったんですよ。終わったんですよ。で、その子の、まあ、ちょっと話をするとですね、まあ、今、仮想通貨の情報発信してるんですよ。まあ、アクセスを集めやすいですよね。で、彼は、まあ、こんなこと言ってたんですけど、仮想通貨の情報を調べれば調べるほど、 これ1億いけんなって感じたらしいんですよ。で、久保さんはセルフバックで1億なんですよね。<laughs> だこのなんだろうな、うん、感じ方の違いっていうのは、これは素養なんですかね、素養。うーん、何なんでしょうかね。これは人、人それぞれやっぱ違うんで、ここは。だありを見て学べ、ありを見て何かを感じれるっていう素養。これはやっぱね、なんだろうな、勉強しても、 どうなんですかねこれは。感覚的な部分だから。まあでも僕、ビジネスやって、ビジネスやってなかった時、じゃあアリを見て、まあそこのビジネスとアリの動きをこう、紐づけることができたかっていうと、感じれたかっていうと、まあ感じれないので、今の僕の感じれる、いろんなものを見て感じれるっていうのはやっぱ勉強してきたし、いろんなことやってきたので、まあそういうなんか、 物が、うん、培われていろんな、いろんなことから学びがあって、で、自分にこう、つなげていく。まあ、自分のこの情報発信にもつなぐ。まあ、アリでもいくらでももう発信できるんで。<laughs> そう。だから今日ね、ブログはアリの話書こうかな。アリ。<laughs> アリ見ただけで発信できるからね。うん。でもそれはまあ、僕がいろいろ感じる部分があったんで。うーん。そう。 はい、日野将平、心旅とかにして、自転車とか、ちょっとキーワードを入れさせていただきたいと思います。使わせていただきます。ありがとうございます。では。